はい、12月20日月曜日、舞子スノーリゾートですね、奥曽路エリアのコース脇から今撮影をしています。時刻は12時を回ったところですね。少し今日が差してきましたけれども、午前中は曇り空ということでですね、あまり日が出ることはなかったんですけれども、で気温はそんなに低くはなくて、滑っていれば少し汗ばむ感じがします。で少しこう喉が渇くような、かなり過ごしやすい、気温になってますね。で、まあ、雪質は最高ですね雪質は最高です。でただ積雪がですね、ちょっと心配して身構えてきたんですけども、何のことはなくて、全然、まあ、上部しかちょっと滑れないっていうのはあるんですけれども、まあ、その中でもですね、その草というかその茎というか、そういった植物が出てるってところもほとんどなく、快適に、ストレスがなく、滑れています。でただやっぱりコースが狭いところですね、まあ、それはコースによってはちょっと注意、お客さんとの接触とか注意しなくてはいけない場所もあるんですけども、まあ、それ以外基本的にはちょっとアップして、分かるかどうかなんですけど、まあ、ちょっとお昼時っていうこともありますね。お客さんちょっと減った感じもしますので、まあ、平日っていうこともありますのでね、初滑りをするには、非常にいいのかなと思います。で今日私スキー初滑りなんですけども、少しこうスピード出しただけでもですね、結構足がパンパンになるというちょっと情けない話なんですけど、ですのでシーズン始めですね、コース制限、まあ、ここの舞子だけに限らずなんですけども、そんなに全面滑走を求める必要もないのかなと個人的にはちょっと思ったりしましたね。まあ、徐々に足も慣らしていってですね、来週末には本当に完全な全面滑走ですね、それも期待できるのかなとちょっと思いますので、はい、ということでですね、今日の舞子の様子でした。以上。